でももう下調べ量はされてるはずだから。あ、問題児がいた。書斎の扉を開けるとそこにはヒイラギがいた。ヒイラギ、いないと思ったらここにいたんだ。でもちゃんと屋敷の中にいるね。ルールは守ってるわ。ヒイラギ先輩、先ほどは顔色が悪かったですけど大丈夫ですか？こんな小さい子に心配されて。本当だ。ヒイラギどうしたんだ？疲れたんなら部屋で休んでたらいいのに。平気だ、心配すんな。まあ一応カエル君にはちゃんと受け答えするのね。アンズちゃんにはしてくれないけど、ちょっとセーブ。はい。それにしても書斎なだけあって本がたくさんあるよね。あるよね。そうね、ほとんどが植物に関する本ばかりのようだけれど。毒の花を育ててたというこの屋敷の。そういえば屋敷の外に立派な温室があったんだよ。やっぱりこの家に住んでた誰かが植物好きだったんだね。研究室的な。私たちは各自書斎にあるたくさんの本たちを取り出しては、パラパラとめくった。私は分厚い植物図鑑を取り出してページをめくった。知っているものもたくさん載っているが、こんな植物まであるんだというものもたくさん載っていた。植物図鑑を見終わって本棚に戻そうとしたとき、本棚の奥に赤い色が見えた。よく見たら、そこの数冊の本だけ他の本より数センチ手前へ出ている。おお、誰かが読んだんですね。奥に何か挟まっているようだ。お、そう、そういうこと？気になった私は、手前の本を取り出して調べてみた。奥に挟まっていたのは赤い色の分厚いノートのようだった。なんだろう、このノート。よく見つけたね、君。私の声にみんなが集まってくる。ノートの裏にはうつうき。あ、これはこの屋敷の主か。うつぎ、なんだろうね、これ。マサ、ただしという名前が記されていた。うつぎ、マサキ。もうマサキさんね。うん、どうした？うつぎまさきっていうのは僕たちのおじさんの名前なんだ。君たちさ、毒の花の存在知ってますか？ということはこの屋敷に住んでた主の名前ってことだね。おじさんの職業とか教えてもらえますか？心中事件の犯人のご主人ね。あ、犯人？犯人のご主人。ああ、はいはいはい。犯人が奥さんだからね。その、亡くなった方か。中に何が書いてあるのかな。みんなで読んでみようか。いいのか、そんなの読んじゃって。周りのみんながうなずくのを確認して、私はノートをめくり始めた。6月1日、今日。森で息子たちが見たことのない植物を見つけた。赤い花がついていてとても美しい。この花は満月のように月の光を反射してうっすらと赤い光を放つようだ。私は息子たちが見つけてくれたこの花を調べることにした。6月15日、この花を調べるうちにすごいことが分かった。この花が持つ生命力だ。この花は自己再生修復力を持っているようで、切り落とした部分を自らの力によりすぐに再生させてしまった。水をやらなくても枯れることも、しなれることすらない。しおれることすらない。素晴らしい植物だ。これを世に発表するのはもっと研究を進めてからにしよう。このさ、花、まあ、花にせよ何にせよ、このやたら生命力が強い植物ってさ、たまにあるよね。なんかびっくりするぐらい生命力が強い。こう切ってもそこから生えてくるみたいなさ。うちにも観葉植物置いてんだけど、フォトスってやるんだけど、フォトスもね、結構ね、ガンガン切ってもそこからどんどんまた生えてくるんだよね。だから、なんかそれに似た感じ。6月27日、あの男が家に来た。あの男？どこから駆けつけたか知らないが、この花の存在を知ったようだ。
何でもこの花の生命力を使って病気を治す薬を作りたいらしい。あの男っていうのは、これは多分さくらちゃんのお父さんだな。この花の存在を知っておる。何でもこの花の生命力を使って病気を治す薬を作りたいらしい。悪いことに、あ、ちょっと待って待って。あれ？これでさ、冒頭にさ、なんかあった。一人は、病気を治すじゃないけど、なんだっけ。解毒剤を作る。一人は解毒剤を作るため、一人は、なんか、武器にするため、一人は、なんだったっけ？忘れちゃった。なんかそんなの冒頭にあったよね。悪いことに使用しないのならと、花を少しだけ分けてやった。でもこれ分けてやったらさ、そっからまたバーって増えていくわけでしょ。花は森の一角にまだたくさんあるから、少しぐらいならいいだろう。7月8日、あの男はとんでもないことを発見してしまった。あの花弁をマウスに与えたのだという。花弁を与えられたマウスは、傷を負ってもすぐに治癒し、病気のマウスは、瞬く間に元気になった。何が悪い？しかし、マウスは、しばらくすると元気がなくなり、体中に赤いあざのような模様が浮かび上がる。そして個体差はあるが、マウスによっては、狂ったように他者を攻撃し出すものも現れたそうだ。ちょっと待って。これ、ってことは、高抜先生もこうなるのか？その後、マウスは苦しみだし、数時間後、血を大量に吐いて死亡した。おそらく花の生命力にマウスが耐えきれず死亡したのだろう。そして、もう一つ分かったことは、花弁を与えられたマウスの血液中から、花と同じ成分が検出されたことだ。その血液を他のマウスに与えるところ、同じ症状が出て死亡したという。あれ、スミレちゃんもやべえぞ。死亡したマウスの血液中からは、その成分は検出されなかったらしく、マウスが死亡すると同時に血液中の成分もなくなってしまうようだ。血を分け与えられたそのマウスからは、その成分が出ないんだ。じゃあ、スミレちゃんは大丈夫なのかな？なのかもしれんね。はい。感染したマウスから採取した血液は、空気にさらされた状態で放置していると、数時間で毒素が消え去ることが分かった。血液が空気にさらされたら、毒が消える。ただし、保存方法が良ければ、毒素は保たれたままであることも判明した。こんな恐ろしい毒が、この美しい花に含まれていたなんて。これがマウスではなく人間に与えたらどうなるか。想像するだけで恐ろしい。まだ続くんだ。7月25日。私は花の毒の解毒剤をどうにかして作れないかと試行錯誤した。この人だ。この人が解毒剤を作ろうとした人。でも、もう一人、それを利用しようとした人がいるんだよね。それが一体誰かだよな。だけれど、試作品のどれも、花の毒を完全に消し去ることはできなかった。解毒剤できてないんかい？7月30日、あの男が、この毒を使って人儲けしたいと言い出した。あの男っていうのは、また、前回来たその、病気を治したいっていう男とはまた違う男だよね、多分。この花の毒が世界中に広まったら、そんなことは絶対に許さない。私は森に生えていた花をすべて燃やし尽くした。いや、前回の旧あの男に渡した花があるでしょう。それでもあの毒を作り出すことはできないだろう。7月31日、再びあの男がやってきて、花をよこせと言ってきたので、すべて燃やしたと言ったら、あの男は悔しそうに顔を歪めた。諦めて帰っていったが、どうやらあの男は毒に感染したマウスの血液を少しだけ持っているらしい。これも近いうちに取り返して処分しなければ。
血液を飲ませたらそりゃ死ぬけど、でもその亡くなった人からの血液からは毒は出ないんだよね。ってなるとね、なんかそこまで広がりそうな感じではないけど、このページ以降は全て白紙だった。ノートを読み終わるが、誰一人言葉を発する人はいない。私は胸のざわめきを抑えることができなかった。そんなはずはない。だって、これは10年も前に書かれたものだ。そんなはずはってどういうこと？その毒が今もなお存在するなんて、そんなバカなことあってはならない。ましてやそれが人に感染しているなんて。あったんだろうね。森の中に生えてたんじゃないの？違う、違う、違う。絶対に違う。みんな、そう思い込もうとしていた。高貫先生のことを想像してんのかな、みんな。だって、これに書かれていることが本当なら、死に至ることになる。え？まあ確かに、その、感染した人は死に至るけど、最初にさ、その、植物を、花弁を体内に取り込んだ人は、あ、そっか、でも死んだんだっけ？暴れてどうとかって言ってたじゃん。そうそうそう。全身に赤いあざが浮き出た人が、そう。その症状がまさに。そうよ、今すぐ言ってあげて。早く病院連れてけ。違うよね。ねえ、ねえ、みんな。ねえ、あなたもさ、血飲んだからそこを心配した方がいいよ。私たちはスミレの目を見ることができなかった。早く病院行きな。こうしてる場合じゃないって。スミレは急いで部屋を出た。私たちも慌ててスミレの後を追った。暴れるよ、彼多分。凶暴になるって言ってたじゃん。ソファーに座っていたはずの高貫先生は床の上で苦しんでいた。腕だけじゃない。先生の全身、顔にまで赤いあざが浸食していたのだ。あ。この一枚絵見たな、オープニングで。息ができない感じ？苦しい感じ？ああ、体の中で毒素と戦ってんだろうな。やばいってやばいってな、なんで早く病院行かなかったのね。先生が断末魔の叫びを上げた次の瞬間。え？え？先生は大量の血を吐いて、ひっくりとも動かなくなった。死ぬって話じゃなくなかった？暴れるんじゃなかったの？殺人衝動に駆られるんじゃなかったの？嘘でしょ？どうしたの？なんで動かないの？ね、レンジャー、レンジャー！触るな！西崎先生がスミレの手を掴んで高貫先生から離す。でももう血を取り込んじゃってんのよ、スミレちゃんは。暴れるな、ナシキ。もしあれに書かれていたことが本当なら、血液から感染する可能性がある。触れるのは危険だ。お前だって死にたくないだろ。いや、もう触れるどころか体の中に入ってんすよ。死んじゃったの？ねえ、さくら、ねえちゃん、死んじゃったの？いや、もう心が痛いですね。うつろな目でこちらに問いかけてくるスミレのことを私は直視することができなかった。黙って抱きしめてあげてよ、本当に。スミレの手が私の肩にかかりすがりついてくる。私はただ小さく一度だけうなずいた。やめてあげてよ、もう。
スミレは私にしがみつき、大声で泣き出した。アンズは目に涙を浮かべてカタカタ震えている。帰ろ、もう帰ろ。楓は唇をかみしめうつむいている。ヒイラギは青ざめた表情で呆然としている。君なんか知ってたんじゃないの。つむき部長は何か言いたげだが言葉にできないようだ。私はただうつむき立ち尽くすことしかできなかった。どうしてこんなことになってしまったんだろう。体の中に入れなかったらこんな風にはなってないよね。何、高野先生食べたの。そもそもこれは現実なんだろうか。あそこで血まみれで転がっているのは本当に高野先生なんだろうか。何もかもが非現実的すぎて頭が、感情がついていかない。どうしてこんなことになってしまったんだろう。どうして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 。帰ろ。ああ、シンクロ。ね、帰ろうね、本当に。今すぐここから出よう。これ以上何かある前に、荷物はいい。お前たち、今すぐ玄関から出るんだ。そう、正しい判断。でも、スミレちゃんは病院に連れてってあげてね。いや、もしかして橋落ちてますか。西崎先生に促され、私たちは玄関へと急いだ。私は放心するスミレを引きずり、みんなの後を追う。橋落ちてんだろう。え？西崎先生が玄関のドアを開けると、そこには数時間前に見かけた野良犬たちがいた。同じ野良犬たちだ。それなのに、決定的に違うのは、こちらに敵意を向き出しているだけではない。犬たちは毛で覆われてわかりづらいが、体にうっすらと赤いあざができているのだ。あれ、彼らも感染してた。ってことは凶暴性が増してると。ああ、そのうちの一匹が先頭の西崎先生に襲いかかろうとし、西崎先生はとっさに玄関のドアを閉めた。外ではまだこちらにうなり声を上げている犬たちが見えた。犬たちはどれも口から血を滴らせている。おそらく自らの牙で舌を傷つけたのだろうか。みんな狂ったようにこちらを狙っているようだ。おもがいでもしとろよ、お前らは。感染してしまうでしょうね。でしょうね。他人事だね。外には出ない方が安全ですね。うん。帰れなくなっちゃった。